very interesting shaped mountain. Mm-hmm. Yeah, we call it Onigiri Mountain. It's like a rice bowl. Yeah, a rice. Yes, yeah. Yes. モニターツアーにはイギリス出身の外国人などが参加しました。このツアーは香川県でのインバウンドの消費を拡大しようと、琴平宮などが外国人富裕層を対象に企画したもので、観光庁の観光再始動事業として採択されました。神職や通訳を務めるガイドが案内し、琴平宮の歴史などについて解説します。このツアーのポイントは、歴史ある琴平宮でしか感じることのできない本物の体験価値です。参加者は本宮で祈祷を受けたり、神楽を見学したりすることができます。祈祷や神楽について琴平宮ではこれまで個人や団体から依頼を受けて対応していましたが、旅行商品として組み込むのは初めてです。この他にも雅楽の演奏体験に伊藤若冲の百花の図の鑑賞、神職や巫女の歓談などを楽しむことができます。こういう場所とこういう雰囲気とこういう神楽の音楽と踊りはすごく全部はディープなことでした。いろいろ説明して、すごくこのコンビネーションはすごくパックとしてすごく面白いと思うんですよ。普段このお宮でどういうことをやってるのかというのを体験していただくのが一番皆さんにはね、喜んでいただけるかなとは思っております。文化に親しんでいただくためにぜひともたくさんの皆さんにお越しいただければと思っております。このツアーには2人から6人までのグループで申し込むことができ、価格は2人で31万円、6人で36万円となっています。販売は今月下旬からです。